今日の株式マーケットも引き続き好調を維持という状況となっておりますで今日ですねまあ、特に皆さんにご紹介したいのが金曜日に予定をされてます雇用統計の数値そして今後でですね雇用のま状況がですね悪化していくんじゃないかというコメントがいろんなところから出てきましたこれによって利下げの可能性がですねまあ、徐々にまた高まっていくということを 織り込むようなポジションを取る人がまた増えてくるんじゃないでしょうか。これによって、やはりリスクオンになってくるということですよね。はいで、これがまあ実際にどうなるかっていうのは、まず今週の金曜日の数値がどうなるかというのが非常に重要、そしてその次8月の数値がどのようになるかということで、9月の利下げがそもそもあるかというところがまあ、今焦点になっているというような状況となっています。 はいまあ、これがあの段階的にやはり注目のポイントというか 7, 7月の数値そして8月の数値、まあ、その2つがクリアできれば9月あるよとただしどちらかが崩れてしまうとまっ、あ、たちょっと短期的な下落につながってしまうかもしれないのでこのあたりについてはまあ少し慎重にポジションを取っていかなければいけないかなという一方でやはりですね金利低下というところはまあ今マーケットが徐々に折り込んでいるところでもありますので。 遅かれ早かれちょっと短期的にこの利下げによって上昇相場っていうのが来るんじゃないかっていうのは多くの方が今思っているんではないかというには思います。はいまあ、そんな中で引き続きやっぱりちょっとエヌビ i アとかまあ AI 関連のポジションがまあいわゆるちょっともてはやされてるじゃないんですが引き続きあの優先的に取られていると思うんですけれどもまあちょっとこの辺りのポジションの偏りっていうところも正直まあ怖いですよね。まあ、このののありについてはは今日の話のトピックとは若干ずれれますけれども えそういったところも含めて考えていくのがま必要なのかなと思いますね。まあ、ここからはもしかするとま何かに特化してポジションを取るというのもまいいんですけれども、まあさらに積み増しをしていく中で指数を入れてくるとか、まあそういったま人によってポジションのもう偏りがまかなり違うので、まあ、そのあたりは見ながらご判断いただければなというには思っております。はい、まああとはですね、このタイミングでも何度もご紹介しているんですけれども、やはりドル円が 今後大きくく上昇していく可能性があるで今日の、まあ、後ほどご紹介しますが金利差というところもですね2年債の金利がまあちょっと大きく下がって10年債の金利っていうのはなかなか下がりづらかったこれというのはトランプ大統領が誕生した場合、まあ、こういった政策になるでしょうと、まあ、つまり短期的には景気が悪くなって金利が下がるそして長期的には今後大量にまた債権を発行することによって 金利が上がっていくんじゃないかというふうに思われていますでこれがドル円に大きな影響を及ぼしていて継続的にドル円はまだ上昇を続けていく可能性が高いんじゃないかというふうに思われているんですねでこういった見方というのはこの一週間ぐらいでまた新たに出てきたものなのでこういったところのポジションを再度仕込む人も出てくるでしょうし短期的な金利の下落によってドルが下落してそれによってコモディティや仮想通貨を買っていく人もまた出てくると思いますので そういった幅広いやっぱアセットクラスに対して今注目をしておくことが利益の,あのきっかけになる可能性があると思いますので。 まあやはりマクロ的な視点でいろんなものを見ながらどのアセットクラスが今いいのかなというのを考えて投資をしていくのはやはり今の市場環境ですごく大事なことなんじゃないかなと思っていますとでそういったリスクを取っていく中で皆さんにぜひお使いいただきたいのが外覧の方にバンテージという一つ著名なブローカーがあるんですけれどもこれ世界的にもかなりトップクラスの流動性を持っているプラットフォームとなっておりましてあとは MT5 とか MT4 とか使う必要がなくてもかなりプラットフォームとして 独自のもののももを使いいやすす本当に作ってるんですねもうぜひ見ていただきたいんですけれどもそこを通じて取引していただければ米国株為替債券そしてコモィティや仮想通貨も取引できますでプラスそれに加えて今ですね登録していただくだけで1万5000分のボーナスそして入金をですね初回入金1週間以内にしていただくとなので120%の 登録あの入金ボーナスがもらえますとで1週間以内じゃなければ100%に減ってしまうので、まあ、ぜひこの20%追加でもらっていただきたいのと2回目以降のですね入金に関しても常時20%の入金ボーナスがつくんですけれども2回目については50%特別に皆さんにボーナスがです、ね、つくというキャンペーン今やっていますのでこちら、ぜひです、ね、使っていただければと思っております。 はい、でここからですね皆さんと一緒に指数の方を見ていきましょう、まずはダウがプラスの0.41%、S&P がプラスの0.62%、ナスダックがプラスの0.84%となっておりました。 はい、続いて、債券のマーケットですけれども10年債が3ベースの下落そして2年債がフラットとなってましたさっきちょっとあの2年債の方が下がってるって言ってましたけども本当終わるまでには一瞬で戻ってしまってましたねすいまません失礼しました、はい、で続いて為替ですけれどもドレンについては引き続き161.47というところで162円にいつトライするか、まあ、そんなような市場環境になっているんじゃないかなと思います。 はい、でクリプトはですね今日あまり大きく動いてはいないんですが今日イーサリアムについては3416ドルというところで約1.3%の下落をしておりますサラダに関しては今日3.5%ぐらい上昇していて150ドルを超えてきているような展開となってきております、はい、でコモディティなんですけれども今日は大きな動きは特にありませんでしたクルードオイル原油は現在83ドルそしてゴールドについては2340ドルというふうになっております はい、でまずチャートちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、こちらですね、ナスダックの先物なんですけれども、史上最高高値をトライしに行くようなまた展開となっております。今日ですね、いろいろと発表がありました、経済指標、そして政府の関連者、そして経済指標あの経済評論家からのコメントっていうのも出ておりますので、この辺りも後ほどご紹介していきたいかなと思っております。はい、でドル円なんですけれども引き続きもうこんな感じで。 きょうはまあキャンドルすごい小さかったですけれども上値をトライしにいってる環境というのはもう全然変わらないので引き続きアップサイドを狙うような展開になってくるんじゃないかなというふうには思っております。はい、でえ引き続きですね皆さんにちょっと見ていただきたいなというふうに思っているのがやはり NVIDIA ではあるんですけれどもちょっと一服感ありますよね、まあ、最近ちょっとやっぱり変わりすぎていてポジションの偏りがまあ,あるのかなと。 いう,ふうに思っている方もいらっしゃると思うんですが、まあ、その辺りが少し警戒されているというところは一定程度やっぱあるのかなと思います。でまあ、そんな中でですね今日非常に息を吐いたのがテスラということなんですがこちらにもあります通り納車予想を上回り株価上昇台数は2四半期連続で前年割れということでした。まあ、前年割れががどうこううここというよりも予想ですね大きく上回ったことが非常に 高評価されたたとということでしたねちょっとこんな感じで前年の日というところで数値をですね比べられてはいるんですけれどもそれよりもこちらにもあります通り予測がですね前回の納車アナリストの予想が43万9,302台というのがアナリストの予想だったんですけれども実際の予想の数値よりも約5万台以上ですかね4万5千台ぐらいか多かったということで。 非常に大きな評価をそれによって得たということなんじゃないかなというふうに思います。はい、で一応ですね、まあ、こちらにもあります通り、お、ま、り、あ、今あの生産の減少っていうのが起こっていますが、まあ、それの理由については、まあ、特にまだ説明をされていないんですが今月の、ね、23日に 今朝のですね発表というところを実際にしてそこで諸々の質疑応答とかも受けるということなのでそこでもう一旦株価は動く可能性はあると思いますがまったここ最近低迷をしていたテスラのです、ね、株価というところが戻っていくというのは結構やっぱりリテールにとっては非常に大きなニュースだったかなと思うところとあとはショートスクイーズでボーンと上がっているっていう感じもあると思うので。 これがさらに上昇を続いていくのかどうかっていうのが注目されるかなと思います。まちょっとチャートを見ても、あのテスラの株価の動き、ちょっと異常ですけれどもまあ、これをあの耐えてですね。あの握ってる人、あのこのテスラを握って持ってる人、本当にすごいなと思うんですがまあ、ちょっと仮想通貨とかのレベルを超えてるぐらいボラティリティが高い株と言ってもいい。あの過言ではないんじゃないかなというふうには思っております。はい、じ続いてですね。ニュース見ていきたいと思うんですが、えー、今日ですね。 一番注目していただきたいのはパーウエル議長が最新データを歓迎利上げにはさらなる革新が必要というコメントを出していました現在ですねパーウエル議長としてはディスインフレ物価上昇率の鈍化というところがしっかり続いていますよということをまずはですね 明確に言っていますとただしもう少しやっぱりデータを見てみないと判断できませんねということなんですがここで見ていただきたいのは米国経済は引き続き強く労働市場も強いことから我々は時間をかけて正しく対応することが可能だとやっぱりもう少し時間を置いて経済指標をいくつか見ながら判断をしていくことができる状況ですよ。つまり それらをやっぱり見ておかなければいけないことですよというふうに言ってるということですねで今ですねもう CPI とか物価関連指数よりも雇用統計の方が重要視されているというふうにも言われていますで今週の金曜日に関しては雇用統計の発表があるということで非常に大きな注目が集まりそしてその結果によっては再度大きくまた上昇をする可能性もありそして一旦またこの上昇の昇給止になる可能性もありということでかなりのボラティティが出ると思いますのでまずそこを 注意をしていただきたいのとあとはですねいずれにせよ今のこの市場環境というのは利下げにまあしっかりと向かっているという環境だと思うので、まあ、そういった短期的な下落っていうのはやはりまた買いのチャンスになるんじゃないかなというふうに僕は思っています、はい、で続いて見ていただきたいのが今日発表がありましたアメリカの求人件数になりますとで5月はですね予想外に増加ということで労働需要の減速が一服したと言われているんですが、まあ、チャートを見ていただきますと まあこの通りポンとちょっと上がってはいるんですけれどもこの求人の件数のですね原則というのはもう右肩上がりでかなりしっかりと出ているトレンドですよね。でこれもですねあの今回上昇したと言っていますが過去にもまあここでも上昇していたりとか何度も何度も上昇はまあ連続ではなくて1回とかっていう感じしてはいるんですよね。なのでこういった短期的なまあ上昇の数値をベースにですね悲観的になる必要は全然ないんじゃないかなと思いますので。 まずは今週のののの金曜日の数値がどうなのかっていうなかいいを見ていきたいいと思いますただし、えー、こちらにもです、ね、あります通り、えーこっちかなはい、自発的離職,離職者の割合である離職率は前月と同じ2.2と2020年以来の低水準にとどまった離職率の低さは数年前と比べて新しい職を見つける自信が薄れていることを示唆しているということで今なかなかですね仕事を見つけるのが難しくなっているというのが 労働環境ににあるといいう,ふうに言われています、はい、で追加的にですねこちらもぜひ見ていただきたいんですが FRB が警戒を強める労働市場の勢いに減退の兆しということでやはりですね労働市場に関しては今弱くなってきているというのが f e d の関係者もそうですし、まあ、あとはですね本当非常に多くのエコノミストがこういった発言をしているんですね。 こちらにもありります通り米国市場が勢いを失いつつある兆候が見られておりエコノミストや一部の金融当局担当者は労働者に近く痛みが広がる恐れがあるとして警戒を強めているということで、えー、単なるです、ね、景気の,、えーまあ、あの雇用の減速というよりも景気にしっかりとインパクトがあるような状況になってきているというふうに彼らは言っていますと。と他ににもです、ね、皆さんにご紹介したいのが 1一つ確実に言えるのは状況は極めて急速に変化するということだということでやっぱり今週の金曜日の数値もそうなんですけれどもどこかのタイミングでドタドタと一気に悪くなっていく可能性があるということはしっかりとです、ね、頭の中に入れておかなければいけないよねとでそれはどういうことかというといきなりです、ね、利下げが必要としてくるような状況になる可能性もあるというのをいろんな人が言っている。 フロリダ州セントピーターズパークでヘッドハンターを務めるケリー・ボン氏は支援を求める求職者からの問い合わせが2023年末以降に約30%増加している、まあ、あの今年に入って増加しているということですねで2021年2022年には12か月で職を見つけることができていたが現在では2か月からなんと5か月かかることが多いということで雇用ですね 失った人がもう一旦再就職をするのにはかなり時間をかかっているというのが、まあ、こういったところからもわかるかなと思います。まあ、これは雇用主が時間をかけて採用する人物をより吟味する必要になったのは間違いないということが理由だそうですね。で他にもですねこれすごく重要だなと思っていてゴールドマン・サックスのチーフ・コノミストが最近のレポートで労働市場が変曲点に立っているこれ変曲点で呼び方余ってるあ合ってると思うんですが。 労働需要がさらに難化すれば求人だけでなく雇用にも打撃を与える段階にあると指摘しているということでこの数値がですね、まあ、の労働需要というものがどん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 低下していくことによって 労働削減しなななきゃいいけなくなるととうこですねでサンフランシスコ連銀総裁も今後労働市場が減速すれば企業は求人のみならず実際に雇用を調整する必要が出てくるため失業率の上昇につながる可能性がある現時点で我々が直面するリスクはインフレだけではないということで景気や労働市場の減速が今非常に注目を集め始めていると。もうもははやですね利下げに関してはある意味もう あの視野に入ってきてるというふうに言っても過言ではないんじゃないかなというふうには思いますはいでそれを踏まえた上で利下げの現在織り込み状況については引き続きあまり大きく変わってはいないんですけれども日々徐々に利下げの確率というものが今上がってきているというのが、まあ、こういった数値を見てもわかるかなと思いますまたペースとしても大体2回に1回の利下げを織り込んでいるという状況にもなってきており、まあ、ある程度こういった労働市場の減速というところが このもう一つですねシカゴ連銀総裁に関しては当局者を利下げに備える必要があるということでやはりこういった景気の減速が今ですね、えーまあ、ガタガタとき、まあ、てさらに利下げを急速にする必要が出てくる可能性があるということを言っているんですねでインフレ率に関しては2%への密筋をたどっているということで、まあ、やはり CPI に関してもしくは物価上昇率に関してはもうあまり FET は心配していないというのがこういう数値を見てもわかるんじゃないかなというふうには思っております、はい、で他のねです、ね、ニュースとしてはヨーロッパの方のインフレ率に関しては現在6月は2.5%にということで目標値への低下軌道をしたということでこちらも同様にしっかりと物価上昇率についてはある程度2%という目標にもう見えてきているということですね アメリカもですね似たようなまあ状況では正直あるんですけれどもまあそういったことをですね発言するとえ一気にですね利下げの織り込みとかっていうところをマーケットがえ見せてしまうのでまあそうすると引き締め効果がなくなってしまうのでえ引き続き厳しいことを言いながらできるだけ金利を高く維持するということをアメリカは今やっている。 景気の原則というところもある程度見えてきていることから、利下げに転じているということなので、やっぱりその景気の今、状況の違いというところと、あとはどういった水準に金利を維持したいかによって、コメントをちょっと変えているという感じなんじゃないかなと思います。はいでまあ、そんな中、ですねラガルド総裁、これ、彼女は ECB の総裁ですね、債券市場を中止とで、フランス選挙の言及は避けるということで、まあ、ちょっと今、ですねフランスが選挙を今やっているんです、まあ、やるというか、今後やるんですけれども、 今ですすねちょっとと今ゴタゴタが起きていますとであの簡単に申し上げると今ですね優位な政党が今後ですね勝つとするとどん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 失踪ですねしていく可能性がある、まあ、つまりたくさん債権を吸ってお金を集めて、まあ、それを経済のですね活性化だったりとかもろもろに使っていくということなんですけれども、まあ、そうすると金利が上がっていく可能性があるので、まあ、そういったことになってくるとやはりですねちょっと ECB の今の金利低下の トレンドと若干ちょっと逆行するので、まあ、そこについてのコメントっていうのはあ,のあまりしませんみたいな感じになっているんですが、まあ、いずれにせよ今のところ2回のですね追加的な売り下げというものが本当に今まさに実現できるんじゃないかというところまで来ているというか、まあ、しなきゃいけない,いけないんじゃないかというところまで来ているということですね連日は関連の総裁からのコメントがいろいろとそのように出てきていて ある意味その2回の利下げというところがもうヨーロッパの方では規定路線になっているというような状況かなと思います。はい、で続いてですね日本なんですけれども神田財務官金利一段高で国債格付け動向に注目指摘懇談会で報告書ということになっていますでこちらにもあります通り長期金利が一段と上昇する可能性があるとし日本国債について気をつけなければいけないのは格付けだということですね、まあ、つまり格下げの可能性を今危惧しているということなんですが 財務危機に直面したギリシャやポルトガールを例に挙げ一旦格下げが始まるとものすごい動きが早いと指摘ひとたび変調を来せば投資的確を失う動きに拍車をかかると語ったということで、まあ、やはりですね今国、国債は日本の国債は投資的確というですね、まあ、その格付けを失う可能性も見据えなければいけないような状況にあるということですよね。でこれは今の マーケットの,その日本を見る目に関してはやはり債務超過というか債務がですねかなり大きいというところももちろんそうなんですけれどもこれで金利がどん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 上がっていくことによって日本のですね多くの金融機関がこの債権を持っているわけなんですけれどもそれで非常に大きな損失が多くの金融機関にもたらされる可能性があると。そううななった場合じゃあどうなるのか銀行は 債をを抱抱ええ続続けけるるののか損失を抱え続けるのかですよねはいでおそらくあ,のある程度の圧力で買えみたいな感じでですねあの買わされるってことも正直あると思うんですけれどもだからといって無限にえるわわけけでではないわけですよでそうやってどん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 含み損を増やしていけばまあ最終的にはやはり日本の金融機関が非常に厳しい状況に陥りそしてそれが日本の経済状況そして 金融状況にもですね、まあ、国という経済あの金融状況にも悪い影響を与えるので、まあ、金利の上昇っていうのはですね、まあ、すごい日本にとって厳しいわけなんですよねあのいろんな意味で。なのでまあそういったことになると、まあ、ギリシャやポルトガルのように国として非常に債券、まあの投げ売りとかも起こる可能性もありますし、まあ、一気に投資的確を失いそして多くの金融機関が、まあ、いろんな理由で この債券を手放さなければいけないとかあとはですねこういったのを狙って海外のヘッジファンドが日本の債券売りだみたいな感じで来たりするとまあかなり手強い状況になるはずなんですよ。なので日本のですね状況本当に奴隷もそうなんですけれどもこういった格付けとかまああの日本の信用力という観点でも今なかなか難しいところにあるというのは理解をしておくべきなんじゃないかなと思っています。 はいいいととううことでででかかがししたでしょうか特にこの最後のポイントなんですけれどもやはりですね日本に住んでいながら日本円を持っているというのは当然あの普通ではあるんですけれどもやはりこういった状況を考えておくと本当にですね円の崩壊とかっていうのもあの可能性として全然なくはないと思うんですよね。でそうういいったところに備えていく上でえ、まあ、あの米国ののを買うのか 例えば、債券買うのか株を買うのかいろいろあると思うんですが日本円に頼りきる日本円で生活しながらも日本円でないアセットクラスを持つということは本当に今後生活を守っていく上ですごく重要な今後運用になってくるんじゃないかと思います。海海外の人たちまあ海外のの人人たたちちというとアメリカとかではなくて えまああの東南アジアの人もそうですしまあ,あとはアフリカとかヨーロッパの人もそうなんですけれども自国の通貨が弱すぎることによって国内で流通しているあのお金がドルに変わったりとか闇のマーケットでドルに変えたりとかまあそういった事情が本当にもう至る所にあるんですよね。でそれがですね行き過ぎるともう仮想通貨になってビットコインの方がもう信用力高いとか自国通貨よりもビットコインの方がボラティティが低いとかですねまあそういったことも全然ある状況で。 それが日本になっても今おかしくないっていう状況なんですよ、もう本当に。過去ですね、さかのぼってトルコとかいろんな国がですね、為替崩壊してますが、もう日本も今、そのレベルですね、正直。なので、本当に気をつけていただきたいですし、資産運用をどういうふうにしていくかっていうのは、これまで以上に今、日本人として、 考えなけければいけないいいいなな今状況ににあるんじゃないかというには思います。でぜひこのチャンネルではそういった世界経済の動向や世界的ないろんな為替とか株とか再現の情報というものを発信しておりますのでぜひですねチャンネル登録して日々材料としてその投資の材料もそうですしあとはなかなか朝時間ニュース時間見るなあの時間見る時間がないよという方はそういったところの代替として見ていただいても嬉しいですしまあとは 投資もっといろいろしたいなという方はですね、さっきもご紹介をした、バンテージなり、皆さんが使っている SBA 証券なのかどこなのか分かりませんが、そういったものを使いながら、うまくですね、立ち回っていただける一つの何か助けになれば嬉しいなと思っております。はいということで、皆さん今日も動画、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。